これご飯だよね。はい。あ、これカレー入ってます。カレー開けていいですか。はい。やった。1個じゃないですか。1個じゃないです。いきますよ。うわー、ダメ エリーゼも食べたんですか。あ、本当だ、なんか。エリーゼ安かったんですよ。あ、珍しいですね、買うなんて。はい。めったに買わないじゃないですか、ヨーカーさん。あ、ですね。あれ、なんかヘラヘラして、あ、もしかして経費で行きました。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 ね、なんか臭いっすね。あれまた臭い。なんかちょっと臭いっすね。ちょっと待ってください。今もう1時半っすね。ゴールデンウィークの。バイト帰ってきて鍵も閉めずにそのまんまの格好で寝てます。これどこまでが岩川さん、どこまでがゴミかわかんないっすね。どうかしなんかカレー臭いな、アポータージュ。あ、カレー食った、カレー食ったのか。帰ってきてカレー食ってんで、ちゃんとおじさんが早朝でカレー食ってそのまま寝るって、これでダイエット中とか言ってんの。確かに。甘い。時間ですか。それなの。なんでいるんですかとかじゃなくて、これは当たり前みたいな感じで受け入れてる。起きました。目覚めました。おはようございます。おはようございます。あれ、こっち見てください。カメラ向けが、はい、あれなんかボコられました、なんかぶん殴られた後みたいな。こっちからなんか衝撃があったみたいな。大丈夫です。もうすっかり目が覚めました。今日はな、寝る前何してたんですか。寝る前、バイトでしたっけ。バイトです。で帰ってきて、はい、テキーラいっぱい飲みます。ああ、うん、バーのアルバイトテキーラ飲んで、はい、帰ってきて、はい、あの鍵とかもかかってなかったんで。鍵もかかってなかったですか。ああ、差しっぱでした。かかってなかったですか。やっぱ右目殴られました。かかんないじゃないですか。あ、右目ちゃんとあります。あれ今変な方向向いてましたけど大丈夫ですか。ちょっと開けてください。はい。すぐ閉じちゃうじゃん。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ちょっとこっちの脳みそを休まします。多分ここで視覚、うん、処理やんない方が脳みその負担少ないと思います。負担かかるようなことやってましたっけ。はい、あれだな、目が開けたら映像処理しないといけないでしょ。脳みそが。そんな難しいことですか。うん、2つ分だからこの方が楽だと思います。朝カレー食べたんですか。カレーはね、僕は作ってたんだけど、はい、食べてません。いやだって食べたらいいじゃん。食べて寝たんじゃない。あ、これ昨日のです。それでこんなに匂い残ってんの。そうで
です、ね、入った瞬間にカレー臭いのと臭いのが混ざって、うん、ああカレーまた炊きましたからね。これこれご飯だよね、はい、これカレー入ってます。カレー開けていいですか、やった、うんこじゃないですよ。ダメですよこんなとこに。うんこじゃない、我慢トイ行かないで、やめてください。だってこれはだってカレーですか、これカレーですよ。昔のトイレですよね、ボストン便所ってやつ。カオマルカ、それだとんでもない匂いするでしょうか。びっくりした。その皿もずっと洗ってないってことですか。あ、そういうことですよね。なんで洗わないんですか。あ、目が開きました。あ、すごい、カレーで。あ、またそうですか。あんま、そうか、あんま持たないですね。そのうんこ炊いたからだと思うんですけど、これうんこが出てるんですよ。シャシャシャって。あ、うんこって言わないがさ。ちょっともう一回うんこ見ていいですか。いいですか。はい。うんこじゃねえや。ほらここ。わ、蓋のとこにわ、こびりついてる。これやばくないですか。うんこじゃないの。これ違うんですか。はい。カレーです。今カレー臭いのもあるんですけど、普通に臭い匂いがあるから、それと合わさっちゃって、そうなんマジでちょっとうんこに感じるんですよ。うん、カレーってなんか食欲そそるいい匂いじゃないですか。はい、だからなんか。気持ちは本当にうんこっぽい匂いっていうか、うんこっぽい匂いじゃないでしょ。これに今モザイクパッてかけたら絶対にうんこですよ。これご飯だよね。これカレー入ってます。カレー開けていいですか。やった、うんこじゃないですか。うんこじゃないですよ。ダメですよこんなとこに。うんこじゃない、我慢トイ行かないで、やめてください。カレーだって、ね、もうとりあえず閉めて閉めるぐらい自分でできるの。本当にこれカレーですかよ。カレーですよ。もうはい、これ動画にしないで正直思うよ。本当はうんこじゃねえ。じゃあ今これ、え、じゃあ今マジで使わないです。もうマジで使わない。使わないです、正直言うと。カレーだよ、なんで保温するの。じゃあなんでかなってこっちが聞きたいです。エディーズでも食べたんですか。あ、本当だ、なんかエディーズ安かったんです。あ、珍しいですよね、買うなんて。はい、めったに買わないじゃないですか、ヨーカーさん。はい、ですね。あれ、なんかヘラヘラして、あ、もしかしてヒーヒーで行きました。ね、動画撮ったかな。はいはい、動画撮った日ありましたね、みんなで。ちょっと待って、ストップ、今みんなで何ですか、一回そのストップ、その状態、ニゴさん今どれぐらい量。ちょっと今3本ありますよね。終わりです。え、何袋入ったんですかこれ。44本入りと書いてある。44本入りで残りが3本。これをみんなで分けるから経費で使っていいっていう、そういう話ですね。来るの遅いから。来るの遅いからって、やめて待ってりゃいいじゃないですか。ああ、週1回は確実に来るんだもん。その日まで待っちゃいいだけで。もし今日来なかったら食べてましたよね。なんか、ヨカさんちょいちょいアマゾンでコンドーム買ってるんですけど、はあ、あれまさか経費で行ってない。経費で行ってねえよ。ちゃんと自腹で行ってるわ。そのうちコンドームをほらって分けてきそうですよね。最後の3つとか分けて。はい、これで経費で OK ねみたいな。44本あったのに、こう、ああ確かに食べた後ありますね。もう結構落ちてる。あなた41本食ったんですか。41本じゃないよ、46本だから。41本あ、41本じゃない、42本か。残り2つで44本でしょ。2人に分けただけなんだ。だから22袋。だから2つ入ってるから、うんうん、袋としたら22袋あるってことでしょ。そう。だとしてもめちゃめちゃ残り少ないから。ね。20袋食べてるから。ね。ね。ね。何ね。ロッパされたのは弱かったですよ。うん、ちょうど20袋目食ったのよ、今。21、22だから。あ、記念すべき。20袋目でございます。
両目つむっちゃうもん。寝たのかな、起こしてあげた方がいいかもしれないです。なんで急にタバコ吸うんですか。いや、まだいろいろと終わってないですよ、このエリーゼの件とか。そのちゃんとみんなで分けてくれるんだったらね、うんうん、いいし、だからそう別にいいのよ、うん、正直その、うん、いくらもしないし、はい、ね、うん、安いから、うん、みんなで食べる予定あったんだよ。そしたらそんな近くから食べちゃうでしょう。みんなで食べるつもりではあった。あ、食べるつもりだって。じゃあなんでなくなっちゃったの。気づいたらなくなってた。それを自分が食べたから。そうなんですかね。いや、ヨガさん一番分かってるでしょ。それ食べたらヨガさんよ、これもヨガさんですよ。昔の違和感さんは昔の違和感さんが悪いってこと、うん、だから今の違和感さんじゃあもう今の違和感さん償ってもらうじゃないですかね。うるせえ。なんでストレス感じてるんだよ。ストレス感じるのこっちなんでね。うん、あと別に俺エリーゼ好きじゃないんで、ヨガさん。エリーゼ好きじゃないの。はい。みんな好きなんじゃないの。いや、僕全然エリーゼ食べないです。本当？はい。じゃあ食べていい。あ、この上一つまで食べ、最後の一個まで食っちゃう。21袋目手につけます。いいよ、食べて、食べたら美味しいよ、リーゼ。なんで違和感あったの、上から来て。好きじゃないものを勝手に買われてほとんどを食べられ、うん、で残りの1個入って渡されて食わねえなら俺食っていいってマジサイコパスじゃないですか。リーゼ好きなんですか、岩川さん。大好物です。本当ですか。そんなに好きって俺あんま聞いたことなかったんですけど。誰がね、チョコパイはよく言ってますよね、うん、久しぶりに見てびっくりしました。ここエリーゼだ。そんな好きなんですか。チョコパイの方は好きです。エリーゼ好き。エリーゼ好き。チョコパイも好き。チョコパイも好き。でもうんこの方が好き。うんこ、だからうんこじゃねえよ、カレーだよ。あー、くそー、目が覚めねえな。よし、じゃあ水かぶってきますか。一発気合い入れて、はい、じゃあ行きましょう。じゃあこれで、ニオさん行きますよ。あー、もうダメ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 、ここ心臓止まっちゃうよ。あれあれあれ、止まってますか、止まってます。じゃあ、温かいのにしましょう。あ、熱いよ。虐待するやつじゃねえか、お前。入水があるやつじゃねえかよ。目開いてますよ。あ、綺麗な目してるじゃないですか。じゃあ、ちょうどよくしました。真ん中、はい、はい、どうぞ。はい、はい、ちょうどよくした。ちょうどいいですか。どう、これぐらいと。あっ、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 虐待するやつだよ。なんでシャワー浴びているところにみんないるんですか。おかしいでしょ、考えても。仲間じゃないですけど。一人で誘えませんよ。仲間シャワーみんな見てる。バカだ。わだからもう。
もうハゲるじゃん。いやもうハゲてるわ。なんかでかくなってます。でかくなってますね。でかくなってます。あの前にね動画にも載せたあのキクさんっていうお家の一番でかい亀とそっくりです。確かにこれ我々のこんな今日我々のスーツですよ。亀を持ってでかいですね。ちょっとでかい。ふっくりした。都内の家だったらマリファナ作ってるとかいう疑いかけられそうな証明。そうですねじゃないですね。ログの顔そっくりですよ。ログは女の子です。ログつけてます。ログつけてます。同胞したの。めちゃくちゃ分かりますよ。ログ持ってこないで。首取ってないです。ログの首首取ってぶら下げたやっぱ太りましたよね。ちょっと太りました ね。お腹こんな出てなかったよね。なんか太この辺も太くなってない。ああ確かに足回りなんかムチ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 してる。ちょっと太りましたね。ダイエットしてるんじゃなかったんですか。あ最近また好きなものを食べてます。それはダイエット好きなものを食べるダイエットですか。好きなものを食べる。はい。チートデイが続きます。それダメじゃないですか。あれ週1回とかでチートデイ。はい、ずっとチートしてます。いいですね。岩川さん太ってきた。デブで、はい、ハゲで、はい、ゴミ屋敷臭くて何カオなんよ。そんなないです。何あるかな。デブ、デブ、ハゲ、臭い、臭くもねえよ。いや臭い、めちゃくちゃ臭い。キモい、キモい、横領、サイコパス。あれどうした。あれどうした。気合い入れましょう。あ、いいですね。いや、うわ。あれ、いや、ちょっとこっち見てください。こういう人もゴミ屋敷住んでるんだ。よし、ニューキャラじゃないですか。ダメなビッグダディみたいな。ビッグダディがダメなんだけど。そもそも。そんなこと言ったらビッグダディすげえ怒るぞ。じゃあ、メガネかけて、これ。ねえ、ネオイオカーマン。うわぁ、いや頼りねえ。何でも言って。口ばっかうるさそう。頼って。何でも言って。なんか、毒舌だけ男子室に憧れてるおじさんみたいな。やばいよ、怖い。みんなビール飲みますか。うわ、ダメな発言ですね。スーパードライやね。さっき起きたのに。じゃあいいですね、山本さん。はいはい、それ飲みましょう。シャキッとしましょう。シャキッと。目覚ましにビールでシャキッと。目覚ますね、ビールが一番。いやいわー、元気ができたぞ、おい。いや、あんまりガッツさんだから。だからね、お仕事前にモンスターとか飲むバカいますけど、ビール飲めばいいんですよ。いやいや、お仕事もしてないしね。ただビール飲んでるだけで。これ私もシャキッと言いますよ。ゼータ違和感です。ゼータ違和感、うん、ガンダムみたいなこと、うん、ゼータ違和感って言いました。ほら、これ以上フォローしてもらえなかったら終わりだろ。伝わってねえんだぞ、知らない人からしたら。あんま変わってないですね。はい、人に頼るところ。せっかく進化してたみたいな。末っ子ですからね。いや、末っ子みんなが違和感あったらおしまいだよ。じゃ気合入ったんですね。はい、気合入りました。はい、じゃ最後気合入れて、うん、うわー。感想しますね。気合い入れないと。頑張るぞ、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 頑張るぞ。まだまだまだ。えい、えい、おお。最後。えい、えい、おお。頑張っていこう。えい、えい、おお。えい、えい、おお。えい、えい、おお。苦情来るわ。じゃ。この辺で。おえって言った。ちょっと撮影が待ったから。
はい、あのバーベキューで余ったやつどうしますか。でこれうんこじゃないですか。うんこじゃないですよ。うんこっつったらもうコーン入れなくなったじゃないですか。うんこって言ったからもうコーン入れようと思ったけどもうコーン入れられなくなったじゃないですか。そんな気にしないじゃないですか。連想しちゃうじゃないですか。うんこって言ったから。いや別にいいでしょ。じゃあもうコーンは入れません。それから足しましょう。こんな焼き方なんですか。味の調整をしましょう。調整って何も入ってないですか。はい、うん、まあ、はい、だからちょっとこれ今どんな状態なのかちょっと味を、あ、どうでした。あれ食べ子は、はい、そんな作り方なんですか。はい、ん、え、うん、おいしい。ちょっと髪を出しましょう。何ですかそれは。ここでオレンジピンクです。いや、半分。これで、ちょっと、髪が出ることでしょう。なんか、ピンクって言ったら、適当に入れてるだけじゃないかな。これ、すごい甘いお菓子ですよ。はい。甘さで、また辛さが引き立つんですよ。あ、そういうもんです。はい。それで、おしまいです。もやしとワインですか。あ、もやしとウインナーも。ウインナーはトッピングで使います。もやしとウインナーは。ごめんなさいね、これは日本の違うんです。なんかこだわりあるんですか。はい、こだわりあります。あれ、トッピングじゃなかったんですか今川さんねえ、うん、トッピングに取っときますって言ってたでしょ。うるせえ。いや、うるせえじゃなくて、なんで、じゃあ入れちゃえばよかったの。いや、こんばんは、食べ、本当に餌もらった動物みたいですね。本当に動物園だな。汚い動物だな。そこ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 面白い、いや、とても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。